コンスタンティノープルの陥落工場戦とは、敵の砦、で、城、城壁都市を奪取するための戦闘のことである。相手を植えさせる、戦法なので兵糧攻めとも言う。また、守る側から見た戦闘を牢城戦という。古代から近世初期に至るまで、野戦と並ぶ二大戦闘形態の一つであった。城塞の技術は、15から16世紀の火薬、大砲。 銃の活躍によって大きく変化しており、この後の要塞を攻める行為も類似の戦闘ではあるが、相違点も多い。従って、本校ではそれ以前の工場戦を中心に記述し、一部関連を説明するものの16世紀以降の防衛拠点行為戦は紫外線にて記述する。現代の戦争では、兵器の攻撃力と通信技術が発達しているため、 大軍が建物に牢上し、そこを攻める、工場戦に至ることは稀であるが、装備品の有無や城の定義によっては現代でも、工場戦は起き得る。孫子では、防御に徹する守備側を攻略することは容易ではなく、工場は下作で最も避けるべきと述べられている。古典的な戦記などでは、海戦が多く描かれるが、実際の戦争は、小競り合いと、 工場船がほとんどを占めたと言える。木内の防御側勢力が長期にわたり主勢に徹して攻撃側と対峙し続けることは牢城王と呼ばれ、城が攻撃側の侵入を阻止しきれずにその支配権を明け渡すことは落城陥落と呼ばれる。工場船には通常次のような目的がある。牢城側の目的は当然上記の目的の阻止となるが、 他に牢場戦を選択する目的としては次のようなものがある。なお、積極的な戦略としてではなく、野戦での敗戦や電撃的な奇襲などにより牢場戦を余儀なくされるケースもある。短期戦と長期戦に分けられ、これは準備や装備が異なるため区別される。まず、補給路などを確保し防御設備を築いた上で、交通路を抑えて城を包囲する。 工場兵器、ヒアを使って城を破壊したり、インチあるいは鉄砲などの飛び道具で城兵の損傷を図る。海上交渉や調略を行いながら、心理的な圧力をかける。城設備の破壊度、相手の氷漏、物資の急ュ度、ボード、士気の低下度を確認するため時々攻撃をかけてみる。十分弱まったと判断したら総攻撃である。強行をかける。あるいは敵が、 食料を不足などで降伏するまで、さらに退陣する。相手の数倍の戦力をもって、白を包囲しない会との接触を遮断する。これにより水や食料、その他の備蓄軍需物資の枯渇を図るとともに、情報を遮断することにより正確な状況判断を、困難にさせ、絶望感を与え式の低下を期待する。河川をせき止める、水攻め、補給を断つことにより生活をままならなくする。 兵糧攻めなどの手法もある。攻撃側の損耗は、最小で済むが何といっても長期戦になり、牢上側と同様に、工場側も食料補給が求められ、兵士の士気の維持や伝染病の発生にも留意する必要がある。攻撃側は気打ちか力の奇襲という戦闘前面への備えだけでなく、敵軍に援軍があれば、襲撃や逆に包囲されることもあるので、 周囲警戒など背後への備えも求められる。地波や城の戦いや独祖戦におけるレニングラード包囲戦のように、戦局全体の変動により包囲を解かざるを得なくなる事態も発生しうる。また包囲といっても、戦力の制限や地形的条件によっては、完全に行うことは難しく、レニングラード包囲戦では、命の道と呼ばれる氷上の補給路を使ってわずかに、 補給を保つことができた。一般に飲料水の確保や食料などの備蓄量によって守備側の牢上可能な期間が決まる。守備側に豊富な食料が蓄えられていると落城は容易ではないので事前に商人を城周辺に使わして米国類を買い占めさせたり付近の農民等に乱暴牢石等を行い場内に追い込むことも行われた。牢上戦では 戦闘による死傷者や破壊は避けられるが、守備側では、通常の戦闘では、死ぬことのない子供や老人など、多数のが死者を出し、死人の肉を食らうなど悲惨な状況が生じることがあり、その面では人道的な戦法ではない。大規模な包囲戦は、ガリア戦争におけるアレシアの戦い、1885年のスーダンのハルツーム包囲戦が代表的である。日本では、 兵糧攻めと呼ぶことが多い。豊臣秀吉が得意とし、三木合戦、鳥取城の戦い、備中高松城の戦い、小田原征伐などで行った。近代以降では、軍用機やミサイルの発達により、包囲で牢城側の逃げ道を断った上で、空襲などにより、逃げ場のない牢城側に一方的に損害を与えることもある。最近の例としては、 市街地を土底で封鎖した上で空爆を加えた、ファルージャの戦闘などがある。適当な条件を示したり、脅したりしながら、会場の条件を交渉する。互いの状況は正確にはわからないために駆け引きがあり、守備側にとっては早く解場すれば寛大な措置を受け、最後まで抵抗すれば、略奪や虐殺されるという囚人のジレンマを感じることになる。日本では、超略ともいう。 中世から近世の欧州では、武装解除なしで退去、明け渡しの慣習があり、省の名誉とされた。これは、キリスト教の下に、誓いが重視された文化で発生し得た合意である。あらかじめ一定期間内に援軍が来ない場合、解除してよいと、漁師から指示があることも多かった。城壁をよじ登る、橋し運転をかける。 工場等で接近するなどして城内に入り込み、守備等を占拠したり城門を開くことを試みる。工場側の兵士が城内に侵入できても、守備兵の連度や士気が高い場合や、城内部にさらに守備の工夫が施されている場合、工場側の損害は大きくなる。コンスタンティノープル攻略、山中城工場など、南フランスプロァンス地方で防城祭のトレビュシェット場は、 城壁や堀を備え、城への侵入を困難にしている。そのため、攻撃側は、強行に先立立だって、敵上の堀を埋め、城壁や城門に突破口を作り、主軍の侵入路の確保する必要がある。防備の人員を殺傷して減らすことで城の防御力の低下を図る。利で誘ったり、審議を問わず、当てにしている援軍は庫内の情報を流すなどして、 内部での対立を発生させ、それを利用して敵兵に内容させる。仮に内容に至らなくとも、敵兵の繊維を低下させる効果が狙える。城が防御準備をしていない段階で素早く攻撃市場内に入り込む。特に中世を欧州の城や城壁都市は平時に多くの人の出入りがあるため奇襲は有効だった。抜け道や内応者を使って少数の兵が城内に入り、 格乱したり城門を開く。ギリシャ神話に登場するトロイアの木馬など。抜け道を通り場外へと少数精鋭で出兵し、工場側の背後や側面を突く、あるいは逃亡して、城から遠くへと引きつけて格乱するなど要動し、木内本体と交往して、工場側の退路を立ち攻撃する。工場側を撃破するか撤退させられる有力な、味方の救援軍を呼ぶ。城は、 城壁や掘りを備え、城への侵入を困難にしている。そのため、攻撃側は、強襲に先立立って、敵城の掘りを埋め、城壁や城門に突破口を作り、また防備の人員を殺傷して減らすことで城の防御力の低下と、主軍の侵入路の確保を目的とするのである。中世を欧州では、大規模な軍隊の移動時に、平坦の確保が十分に行われることは、 少なかったので、工場側は、城の周囲に止まって、作戦を行える期間が短かった。防衛側も、余剰人員を外に出して、食料の減りを抑制する策を行うことがあった。工場戦や、競技の、兵狼攻めではないが、近代戦においては、第二次世界大戦中のへしゃげ猛統越包囲戦、バルジの戦いでのバス島に包囲戦。 インパール作戦でのコヒマ包囲戦がそれに近い。例に挙げたうち、包囲側が勝利したのは、ハルトゥーム包囲戦とヘシャゲモウ、統越包囲戦である。コヒマ包囲戦の日本陸軍は、イギリス軍のクルーユ作戦の前に屈し、やがて、インパール作戦の破滅的な画界へとつながった。レバノン内戦では、キャンプ戦争と呼ばれる。 シリア軍による PLOK パレスチナ難民に対する包囲戦が行われた。これは、シリア軍が難民キャンプを包囲して、水、食料の供給を遮断した上に、難民たちが使用する井戸周辺に狙撃ポイントを設定したため、難民側に多数の犠牲者が発生した。日本において、外戦と出陣時に、カチグリ、打ちあわび、昆布をにかけて、銀色ともに食べられた。 城の敷地内に食料や燃料となる食物を育てる例が見られる。柿は干し柿にして保存された。栗はカチグリともなり保存もできたことから保管された。松は燃料となり非常食の松川餅ともなった。梅は食料保存や傷の消毒ともなり奨励された。徳川家康は寸夫城に食料となるようにみかんを植えた。また、 長期間の牢情戦に備え、熊本城では庭に銀杏、畳に随機、壁に環境、堀にレンコンが備えられていた。他に食べられた食料として、米は乾燥させ姫子や味噌などが揚げられ、さらにいろんな食材を組み合わせた氷糧丸が作られた。ありがとうございます。